おはようございます。今日は今から大阪行くんですけども、重大報告があります。ね、石野さん。間違いないですね。超重大ですね。おお、まあ今から出発するんですけども、ちょっともう楽しみが止まらんプラス、まあ、どんな感じになるんかなっていうのはすごい思って、写真では見てるったりとかはあるんですけど。楽しみですね。その風景を今日はちょっと撮影していくんで、重大報告です。大阪で重大なことが起こります。行ってきます。行きましょう。あー、めっちゃ走る、めっちゃ走る。遠い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 。軽トラ乗ってるんですけど、何すんのって感じやんな。でもあんま乗る機会がないんでね、今運転中軽トラ。軽トラってええな。背筋ピーンやわ。背筋ピーンやし、オートマやし。オートマやし。さあ、今日は何をするんでしょうか。ほんまにこう、思い入れのある場所がね、思い入れのある場所、決まったね、今。決まりましたね。うん、もう一回よく。思い入れのある場所。いいね。こちら軽トラからでした。はい、ありがとうございました。お楽しみに。はい、ごめんごめん。余裕でしのぶさん、劇的ビフォーアフターですけども。ビフォーアフター移転ですね、本日は。言うてもだな、お前。あ、言ったかな。ここまでめちゃくちゃ不利に振ってたのにお前すぐ言うやん。いや、移転じゃないな、移動やん。一緒やん。そうでいいやん。アホ出てるやん、お前。だけど、めっちゃ怖い。たくみくん、あれ見て、一人後ろ返そうか。たくみ、今日は何でしたっけ。今日は移転、移動。今日は店の移動です。たくみが今日は移転って言ってもなんで。移転です。移転します。そうね、これが本来の大阪店。死ぬほど重い。めちゃくちゃ重い。持ってるお前。マジで。おい。しっかり仕事してください。めっちゃ重い。この大阪店も全て手作りやったんでね。そうなの。これがネジとかやったから。だからか。変なよ、たまに壊れてんの。だからそう、雑さ出てるから。ああ、ちゃんとできひんの。ある程度できるから。多分なんかスッキリしてな顔。ヤスだよ。ヤスだ。絶賛ダイエット中だから。移転します。タク、うん、しんどいよ。見てこれ、こっち見たこれ。めちゃくちゃ重いらしいからな。降りた方がいいんじゃん。しのぶ、重い。めっちゃ重い。しのぶ4つ上の先輩、30歳です。いや、まだ29。体力怪物すぎやろ。相当重いからな。100キロぐらいあるんじゃん、あれ。そうね。100キロあれ、片手でこう持ったら天才。俺はこれ10キロぐらいの。もう力持ってる。あ、いけ。ええから。タク、もうあのスーツのマネキンめちゃくちゃ受け狙ってるやろ。やばいだよ。絶対外したからな。もう絶対受け狙ってるやん。やっぱりね、これ大阪風味のみんなね。スーツやっていうアピールしよう。めちゃくちゃお前受け狙いやん。結構乗るな。さて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 、おお、ちょうど運んでるよ。
越しももう終わりますね。引っ越しも終わり？はい、終わります。どうすか？美味しいよ。え？映えてる？この外観からますね。この金ピカがやっぱええよな。ええな。思わん。これなんて書いてるか知ってる？これ。コンクリートダウオン。イタリア語でスーツ。なんで？イタリア語でスーツ。スーツ。いやいやいや。英語で4文字でスーツって書けよ。なんでイタリア語にしたんお前、わざわざ。いや、これ全部スーツって書いてるやん。うん。なんかあそこ入れるやつないかな。ああ、そういうことな。本来。イタリア語でスーツ。新店舗が完成したんで、ちょっとね、これ見てください。どう？映えてる？映えてる？ということでね、じゃ早速中を見ていこうかなと思います。金がね、ええな、この金が。失礼します。おっと、見て。いやー、たくみくん映えてるな。どうですか、この映え方。映えてるな。前のその大阪店、知ってくれてる方は、うん、来てくださったなとか分かると思うんだけど、はい、どうですか、この映え方は。どう、いい感じ。完全ではないんですけど。完全ではないよ。一応ここがメイン、うん、でこの裏がスタッフオンリーみたいな感じにはなんだけど、はいはいはい、一応メインのところがほぼほぼ完成したということで、うん、今日はちょっと朝から動画撮っとったけど。場所的にはどこなの？駅近なの？場所的に内本町。内本町、まあ、最寄り駅でいうと抹茶町とか。抹茶町、境筋本町とか。都心やな。都心です、うん、都心ということは言える。場所エグいよな。ちょっと店内じゃあ紹介していこうか。まずこのねスーツの、はい、カズダさんですけど、はい、まあ、おしゃれなんですけど、ありました。これネクタイ。これオーダーネクタイ。映えるな。そう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 。で、まあ今日はないけどサインを、まあ、この辺に飾っていこうかなっていう感じで。あ、もらってるもんね。そうそうそう、はい、まああんまありすぎてもな、飲食店ちゃうから。せやな、そこはちょっと難しいところやねんけど、うん、俺は買いに行った。あ、お前買いに行った。俺切ったんや。お前切ってへんや。俺してるから。ハサミで切ったん。まあ、キウヒと職人さんやこれスーツやな。これはスーツ。結構やっぱブルー系が売れるよね。うん、人気やね。やっぱり人気で見てもらったんだけど、ブルーのあれがやっぱ人気ですね。かき氷とかもだってブルーハワイとか人気やもんな。入ってる、はい、ありがとうございます。こちらが一応グローブ。グローブ飾るんですか？これは。これは飾らないです。あ、今日限定。今日限定でなんで置いてるの？今日だけ限定の。確かにタバトブラザーズしっかり入ってるから。やっぱ事務所で野球できる広さかっていうのが結構大事やでも俺らちっちゃい時やってたぐらいの距離感もあるわ。ちっちゃい時こう家でね、うん、プリン球使って野球やってたんですよ。それぐらいの距離感もある。そうある。うん、そういうのを見たかったから、うん、そういうこと。前の南堀江の店よりかは倍に近いくらい広がった。広い、めっちゃ広い、うん、でまあちょっとじゃあ席、なんか窓際で映えてますね。映えてますか？これできてる。これええな。でもこっちの席は、5人一応座れて、でカフス、ね、ハンドメイドのカフス。ハンドメイドインジャパンカフスです。あ、メイドインだよ。ジャパンだよ。メイドインジャパンカフス。おしゃれやね。うん、金縁がやっぱいいよな。金閣寺みたいなもんな。外からみたいな。いや、それはちょっとちゃう。やりすぎ、ちょっとそれは。ちょっとちゃう。言いすぎ。まあ、金閣寺みたいな。ここは外に、ここに大きな鏡がね、がありまして。はい。こちらがね、
1000種類以上ある生地です。生地です。俺らグローブオーダーしたけど、グローブでいうほんまにあの色決め、色決めと革、革決め、一番旬なとこ、そうそうそう、大事なとこ、一番大事なとこ、ここの1000種類以上から選んでいただくという感じになってますけど、渋いな。本日はね、はい、南堀江店の方から、はい、本町店に、はい、移転しました。おとうとうね、このコロナの時期に、コロナの時期でも移転しちゃいました。仕掛けましたね。仕掛けていく、仕掛けます、仕掛けていくやけど店内紹介とかね、はい、ある程度させてもらって映えてるんじゃないかと。映えてる、僕らは映えてる自信はありますけど、見てくださってる方は結構レベル高いからね。ああ、なるほど。ランクの高い人らばっかりで、どういう声がいただけるかわからないんですけども、はい、この本町店でね、はい、頑張っていきたいなと思ってます。はい、頑張りましょう。タク的にこの、どう、このトレードマーク、これはね、金ピカ渋い。俺これ金閣寺だと思ってるけどな、イメージな、金閣寺ぐらいのイメージでってこのデザインさんに頼んだから、どれぐらいの金がいいですかって言われたから、金閣寺ぐらいの金で、あ、それで工事してもらって出来上がりがこれなんです。そういうことです。そういうことなんです。金閣寺の金ともう一緒ですね。そんな一緒でしょ、はい、はい、いいですね。大阪店ね、大阪店、うん、アクセス茶町駅、堺筋本町駅が最寄り駅になっております。東十分で、すぐ隣にコインパーキングがありますので、コインパーク車でも来れますね。大丈夫です。ほんまに大通り沿いやから。そうやね、うん、見かけたらでもええし、見かけたら夜だけでもいいんで、うん、ちょっと会いに来てください、ね、遊びに来てください、はい、写真撮るだけでも OK ですので、はい、よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。よいしょ。よいしょ。